ヨハン・クリスチャン・マイカン・ヨハン・ミカンは、オーストリアの博物学者である。現在のチェコのテップリツェに生まれた。父親は、植物学者、医師のヨーゼフ・ゴットフリード・ミカンである。1793年に、プラハ大学で学位を取得し、しばらく医師として働きながら、植物学と昆虫学を学び、1796年に、プラハ大学の植物学の教授、1800年に、 博物学の教授となった。1811年には、スペイン、マルタ島やバレンシア地方を調査した。神聖ローマ皇帝フランツ2世の巫女、マリア・レオポルディナでアウストリアが、ブラジル皇帝ペドロ1世と結婚したのを機に、行われた1817年からのオーストリアのブラジル学術探検でリーダーを務めた3人の博物学者の一人で、 ヨハンバプティスト・エマニュエル・ポールを助手にして、リオデジャネーロやサンパウロ地域を担当した。一年後に、ミカンはポールを残して、帰国したが、収集した標本は、ウィンシゼン史博物館に収蔵されている。著書にマナラフやボマリーオラム・ボヘミアへ、アイコナブス・イラーストロタや昆虫に関する、エンタマラジャイッシュ・ベイバチューンガン、ビライチグーンウンとインデカンガンがあり、ブラジルの植物、動物に関する、 ダレクトスフロリーフォニーブラジリーンシスエトセトラガールキンゴシライオンタマリンリアントパシーカスクリスプガスなどの多くの種について記載している JC マイカンは植物の学名で命名者を示す場合にヨハンミカンを示すのに使われる動物学の学名の命名者としてはマイカンと表記されるありがとうございます